本校社経営学部トルクアト・ディテラ大学トルクアト・ディテラ大学の一トルクアト・ディテラ大学とはアルゼンチン・ブエノスアイレスにある私立大学であるトルクアト・ディテラ基金及びトルクアト・ディテラ研究所によって1991年に見学された見学の精神は次世代を担う企業家、経営者、政治家、社会活動家、学者を育成することであり 特に社会科学の分野での研究が盛んであるが存在する。学部生は7選考、院生は13選考を選択でき、特に経済学及び MBA は南米トップクラスである。教員は258名からなり、教授人の多くはアメリカや欧州で博士号を取得している。そのうち66名の教授がフルタイムで勤務している。交換留学制度として、 全世界で50以上の教育機関と提携しており、日本では慶応義塾大学及び同志社大学と提携している。フランスのサイエンシズポートは政治経済学部生及び国際関係学科生を対象にした複数学位プログラムを提携している。また、経営学部は学部生及び MBA 生を対象として、フランスのヘック経営大学院と 複数学位プログラムの提携をしている。MBA プログラムには、パートタイム MBA とエンバがある。生徒数は1学年80名前後であり、90%はアルゼンチン人である。エドワード賞、マリア・パディルリアで賞コレクションは、著名近代画家による100点以上の絵画から構成されている。特に著名な画家としては、アントニオ・バーニー、ギジェルモクとか、アントニオ・セグ。 ルイス・フェルナンド・ベネディット等が挙げられる。これらのコレクションは、大学の廊下やホール、教室等に飾られている。ミノーンズ・キャンパスとアルコルタ・キャンパスの2キャンパスがあり、ミノーンズ・キャンパスが中心となっている。2007年10月より、アルコルタ・キャンパスの拡張工事が始まっており、近年中に規模の拡張が完了する見込みである。両キャンパスとも、 高級住宅街であるベルグラの街に位置している。なお、アルコルタキャンパスは日本でも有名な CA リーベルプレートのホームグラウンドから目と鼻の先に位置している。ありがとうございます。